ジュゼッペア・バーティはイタリアの画家である、マッキア派の画家の一人である、ナポリで生まれた。父親のヴィンチェンツォ・アッバーティも画家で家族と共に1842年にフィレンツェに移り、1846年からベネツィアに移った。父親の仕事から学んだ後、1850年からベネツィア美術アカデミーでミケランジェロ・グリゴレッティやバニャーラに学んだ。美術学校で ビトダンコーナやテレマコシニョリーニと知り合った。1858年に家族とナポリに戻り、1859年に王立ボルボニコ博物館で開かれた展覧会に参加し、セレンターノやドメニコモレリといった画家と知り合った。1860年にイタリア統一を目指すジュゼッペ・ガリバルディの新軍に参加し、ボルトゥルヌスの戦いで右目を負傷した。 1860年の後半にフィレンツェに移り、シニョリーニラのマッキア派の画家たちと交流した。1863年にトリノとフィレンツェの展覧会に風景画を出展した。1866年、第三次イタリア独立戦争に参加し、オーストリア軍とのクストーザの戦いで捕虜になった。12月に解放されてフィレンツェに戻るが、 1867年の12月に狂犬病にかかった自分の犬に噛まれて病院で手当を受けたが死亡した。32歳であった。ありがとうございます。